9が床との最初の衝突、ここですね。で、失う力学的エネルギー。緑の玉と、これ直前ね、衝突直前。黄色の玉、横に書いておくわな、直後。こんな感じかな。ね、このエネルギーとこのエネルギーの差はやな。差は、いける？この Y 成分、X 成分、Y 成分、X 成分があったら、X 成分はイコールだけども、Y 成分がこのオレンジとこのオレンジは明らかに長さが違います。いい場合になってます。ね、VY' は VY に対していい場合になってます。反対向きだからマイナスいい場合になってます。だから緑は明らかに黄色よりも長い。運動エネルギー大きい、質量一緒ね、2分の 1mv 以上の V は、緑は長い、黄色はちっちゃい、減ってるね、位置エネルギー一緒です。どんだけエネルギーが減りましたか、要はボールや床がどんだけ温まりましたか、どんだけドーンって音がしましたか、熱や音のエネルギーどんだけ失いましたかっていう話。どうしたらいい、これ求める、これ求める、 V の直前直後求める。ほんで2分の 1M 緑の方な、ね、それから2分の 1M 黄色の方な、でいけますよ、いけますよ、ね、V はさっき出したやつ、 X 方向は V のまんま、ここのまんま、ここのまんまね、Y 方向はいけるね、ルートなんちゃらね、ルート 2JH、ですか、だからここもそれのいい場合 ね、で合成するね、ピタゴラスで黄色、緑求まります、代入したらできます。できんねんけども、多分丸もらえるけども遅い、それをやってると遅い、もっと簡単な方法がある。誰か、緑の持ってるエネルギーと黄色の持ってるエネルギーの差を求めなさい。衝突直前、直前直後のエネルギーの差を求めなさい。もっと簡単なのないか。緑の持ってるエネルギーと一緒のやつ、ここ、こっからスタートして衝突直前まではエネルギーは減っていない、変わってるよ姿はね。位置エネルギーが運動エネルギーに姿を変えているけども、力学的エネルギーは保存されています。空気ないからね、ここでは失います、ここでは力学的エネルギーを失います、ぶつかることによって。 E が1じゃないからね、1やったら保存されますよ、1じゃないからエネルギー失われ、でも直後のこの黄色が持ってるエネルギーはここと一緒でしょ。ここから斜方投射をして最高点に行くまでは位置エネルギーが増えて運動エネルギーが減ってるけども、姿は変えてるけども、力学的エネルギー、運動エネルギーと位置エネルギーの合計は変わりません。つまり緑と黄色の差を求めろっていうことは、緑と黄色の差を求めろっていうことです。はい、ここのエネルギーは運動エネルギーが2分の 1mv 次乗です。位置エネルギーは mgh です。これが最初の点の力学的エネルギー、ここは運動エネルギーがもう v ですよ、横向きね、2分の 1mv 次乗、位置エネルギーは、はい、これ何やった、これ h やったらE 次乗 H やったね、 MGE 次乗 H、 これとこれを引き算します。